ございます。みっちゃんねるです。朝のホットステーション、家族がねまだ起きてきていないこの朝ですね、僕朝大好きなんですけどね、この冬の朝ってのはやっぱりこのまだ明るくなってませんからね、まあ、だけど朝からコーヒー入れて、新聞読んでというふうに、お父さん映っちゃってますね。あまり画像いらないと思いますのでね、このままね、喋りたいと思います。皆さんラジオみたいにして聞いていただければなと思います。今日のね、日経新聞朝からコーヒー飲みながら読もうかなと、ね、日韓問題ね、どうなるんでしょうね。2回ほど行きましたけどね、韓国、まあ僕もまあね、もともとそんなに韓国特別興味なかったんですけど、友達がねすごく面白いっていうからね、であれ20年ぐらい前ですかね、ちょうど韓国の通貨危機というのがありましてね、1997年の韓国のねウォンがね半分ぐらいに下がったんですよね。ちょうどその時だったんです。別にだからって別に行こうと思ったわけじゃないけれども、ちょうどね、その友人がですね、すごい韓国のね、アイドルのファンでね、まあいろいろね、その頃ちょっとエモネットとかね、その衛星放送、ワウワウとかあるので、韓国のね、チャンネルなんかもね、始まったんですよね。僕はその前から台湾とか香港のね、ビデオを、ミュージックビデオ見たいなと思って、そう契約とかしてたんですけどね、一気にその韓流ドラマの方に入っていっちゃいましたね。なんか面白いんですよね。すごく当時はね、チャン・ドンゴンとかね、チェ・ジウのドラマとかね、そういうのがすごくね、流星でしたね。だから韓国2回行きましたけどね、僕は行く前と行った後じゃ全然イメージ違いますよ。だけど、そうですね。でもやっぱりその台湾ね、その10年ぐらい前から台湾行ったけど、またやっぱ台湾と空気違いますよね。僕学生さんとね、いろいろその向こうの学生さんと交流するようなね、そういうイベントに行ったんですよね。もともとね、企画してたのがね、大阪のね、在日団体が企画して、向こうのそういう民間団体と交流して、どっちかというとね、向こうのね、北組織ですね、北朝鮮の組織と、関係が深い団体ですね。だから、その向こうのその例えば韓国のそのお寺とか言っても、そのお寺がですね、たくさん北朝鮮に寄付してるんだとか話とか、あとナヌムの家といいまして、その北朝鮮のその朝鮮じゃないですね、韓国の慰安婦の方の組織、そういう組織というかその施設ですね、そういうところを巡ったりとか、まあどちらかというとですね、日本的に言えばですね、まあ僕的に言えばちょっと、どうかなという感じになったんですけど、まあでもその向こうのね、学生さんとね交流する機会なんて普通はないですからね。で僕としてはその向こうの普通の家庭にですね、ホームステイもあったんですよ。でホームステイをして、この学生さんと交流するというのが目的なんで、そのままそんなことどうでもよかったんですよね。だから最後の日にはですね、板門店の近くまでね、イムジン川を渡ってとかですね、そういうツアーがあったんです。最後20キロぐらい歩かされたんですよね。なんかね、バスで途中でソウルからバスで途中まで行って、そこから歩いて十何キロあったんですけどね、それをね、真夏の8月の15日とかそんな日にね、歩かされた。まあでもそれもまあね、今思っては楽しい思い出でね、本当に韓国人の多くのその何ですかね、ハイカー、歩く人ですね、歩く人、平和のために歩くとかいう、そういう団体がね、いっぱいね参加してね、まあ面白かったですよ、ね。まあ、そういういろんな企画にね、僕はね、参加したかったんでね、5日間ね休み取ってね参加させてもらったんですよね。で学生さんのところにも泊まったし、普通に温かい家庭でしたよ。まあちょっとお父さん怖がそうだったけど、その
一番印象的なのはね、その学生さんがね、お父さんの前でね、タバコ吸うなとかね、なんかね、そういうタバコ吸う、僕その時吸ってたから、もう今全然吸ってないんだけども、そのタバコ吸うなとか言うわけですよね。で、お酒もなんかその横向いて飲むんですよね。まあ、そういうのをね、あの自分だけじゃなくて僕にも強要するんですよね。そこはちょっとわからなかったけど、なんかその、まあ、でもまあその、止めてもらったキム君っていうのはね、すごいいい青年でね、僕はあのそれからでも東京に彼が留学した時も 2,3 回僕が東京行った時に呼び出してあのごちそうしたりね、韓国料理ごちそうしたりお酒飲み行ったりしたんです。まあいい付き合いができたなと思って、そういうだから付き合いしたかったから、あの、うん、で、あ、でもね、その大学生の他の、ね、大学生たちの目つきがね、やっぱりね、日本人の、ね、男性を見る目が怖いんですよね。やっぱりね、そのね、あれ台湾行った時ともう大違いだったんですよね。台湾のね学生たちはね、日本人にすごくね優しくてね、親切でね、もうびっくりするぐらいだったけどもね、やっぱり韓国、まあ、教育はね、そういう教育なのかな、その女子には優しいんですよね、日本の女子には。まあ、大学生ぐらいの若い女の子がいっぱい来てたから、そういう子にはめちゃめちゃ優しいんですけどね、そのおっさんの、僕らはもう30超えてたおっさんが参加してるおっさんにはね、目が冷たいんですよね。なんかそれをね、すごく感じましたよ。なんか、まあでもね、それはそれで、まあ、あの彼らもね、何も歴史もよく分かってない場合もあるし、その国家の教育だからね、まあそういう差別心っていうか、そのなんていうかな、僕らだってなかったないとは言えないしね、あのいい印象を初めから持ってないで言ってますからね。だけど僕はまたか行ってみて、やっぱりいろいろ向こうの家庭の家庭にね、あの入ってホームステイして、なんかとんかつみたいなものを食べたりとか、それからね、あの彼らと一緒にこう行動していくというね、その中でなかなか色あの得難いものを得たなと思って、やっぱりその、そういう意味ではあの台湾行った時と同じく楽しかったですよ。女子大生もなかなかその可愛くてね、あの、まあ、その次の日に一緒に遊ぶのにこう強引に誘ったらですね、その彼女たちも出てきてくれたりとかね、してくれましたし、いい思い出がいっぱいできました。だからまあ僕としてはね、韓国今そのいろんな問題あるけれども、まあ、結局は人間同士なんでね、まあその、まあ、警戒して付き合わないといけないっていう部分はあるのかもしれないけれども、まあどうなのかなというのが、ね、実際はわからないです、はっきり正直ね。国際政治で本当に一体何が本当なのか、何が真実で、ねえ、わからないんですよ本当にね。最近うちの娘なんかがね、ここ 2,3 年あの韓国のアイドルにハマってますけどもね、まあ別にそれは悪いことだとは思ってないんで、やめろとか言わないんですけどね。まあだから、あ、そんなことを思いながら、ちょっと今日のね、また最近の草、ね、韓国のその商社問題ですね、いろいろと思いますよ。友好国とかね、友好国って一体どこなんだっけ、台湾とかそうなのに、友好国でここはそうじゃないのか、いろいろ問題ありますけど、そうですね、まあね、まあ韓国の話はこれぐらいにしましょうか。それからね、ちょっと中を見てったらね、このね、あのね、すみれさんのね、これもね、ちょっと興味がある。この小学校4年生の中村すみれさんっていうね、方ご存知かなと思いますけどね、相手方はチェ・ジヨンさん、9段、22歳ですよね。まあこれ韓国としてやりにくいでしょうね。あの本当に、まあやっぱりどっちかというと、やっぱりこの小さい子にね、注目はいくわけですからね。まあこういうのをね、あの景気にしてね、まあ、仲良くやればいいと思うんですけどね。まあそのね、まあ対抗するとか対抗したらいいと思うし、言うべきことは言わないといけないとは思うんですけどね。ちょっとそんなこともね、少しこうプラスして言っときますね。